ご報告があります。私たちラシータバーは2023年12月末までトレンド動画に宣伝します。イエーイ。だいぶうざいね最初。とりあえず挨拶しようか。せーの、ラシータまるです。あかりです。ということでですね、有名 YouTuber は誰しも一回やったことある謝罪動画に憧れまして。憧れるね。こうさ、ジャケット着てさ、こういうやつにちょっと憧れ使ってさ。いやでもうちらが本当にちゃんとバズって謝罪動画を上げなきゃいけない時に、うん、この動画結構結構だるいことになる。さっき、トレンド動画に専念しますっていう風に言わせていただいたんですが、その内容を簡単に説明します。私たち実はまだ収益化されてないんです、このチャンネル、正確に言うと1段階目の収益化条件はクリアしてるので、ファンクラブみたいなサブスクみたいなのには登録できるっていうのとか、ショッピングと結びつけて収益化はできるみたいな、そういうのはあるんだけど、いわゆる広告収入、動画の広告で私たちにお金が入るみたいな条件はクリアしてないわけですよ。やっぱりモチベーション的にも、YouTuber として名乗るためにも収益化条件はやっぱりクリアしていかないといけない。もうクリアしないとさすがにやばい、もう撮影してずっと編集して、もう寝ずに毎日生きてますから、もう広告収入がないともう無理です。無理やのよ。で、具体的にもう言っちゃうんですけど、こういうのって普通公開しないもんなんですけど。普通しないよな、めっちゃ思ってたけど。するんだと思ってめっちゃそっちに乗ったけど、ね、4000時間を360日以内に再生してもらわないといけないの、みんなに。で、私たち今3400時間再生してもらえてるんですよ。ただこのあと600時間の壁が分厚い。過去にバズった動画があるんだけど、360日以内だからどんどん更新されてっちゃう。だからバズった動画の効力がなくなってくるから、常にバズる動画を出していかなきゃいけないっていうので、すっごい壁が分厚い。で、私たちが結構このコンスタントに週に2回っていう風に決めて動画の投稿を始めたのが大体去年の年末ぐらいだから、この年内に達成しないと本当に効力がどんどんなくなってって、なんならこの3400時間を切っちゃう可能性なんだよ、3000時間とかなってっちゃう可能性があるから、なんとしてもやっぱり私たちとしてもね、年内に達成をしたいわけ、だからもうトレンドの力に頼ります。イエーイ。もうね、ラシータバーの色とかね、もういいです。とりあえず流行りに乗っちゃおうみたいな感じでやっていきます。で、流行りに乗ってるうちにね、私たちらしさっていうのをね、もう最近もう迷走してるわけよ、言ったら流行ってるものは間違いないはずだから、流行ってるものを体験して、私たちも私たちらしさを見つけていくって。 その企画の第1本目がこちら、謝罪風動画です。よくないんじゃないかな、まあいいけど。なんかね、謎に力を入れた企画よりも謝罪動画って伸びるのよ、謝罪動画とかね、報告動画みたいな、こういうやつよ。だからもう今回そのトレンドトレンドって感じだよ。まあそうだよね、 YouTuber が思いのままに謝罪するっていう、世に発信しちゃうわけだから。そう、しかもなんか YouTuber が謝罪動画出すと結構世の中のトレンド入りするから、だからまずはトレンド第1本目、ご報告というか謝罪風ご報告というか、動画を上げさせていただきましたが、流れとしては一旦この動画の後に私たちの企画会議も映します、で、トレンドの動画っていうのをこう、ね、選別していく様子をまず映します。で、その後にトレンド動画が順々に上がっていくようなイメージですね。まあこれトレンドをやっていきますっていう報告を出してるんだけど、ここも結構ちょっとミソで、この11月の月初5日間限定の毎日投稿これ YouTuber みんな通る道じゃん、ね、毎日投稿やばいよ、長編動画毎日投稿だからね。そうだから、ちょっとそこもトレンド入れてだからこの5日間の動画に関してはトレンド動画じゃないものも上がるんですけど、でやってることはトレンドだから、そう毎日投稿がトレンドだから、でめっちゃいいよ。なんか最初はまずはなんかうちららしさみたいな、前あかりんの個性キャラとか言ってたけど、やっぱりさ真似するのがいいよ、とりあえずは。トレンド動画すらバズらせられないのに、らしさを見つけようっていうのが生意気でしたわ。だからもう年内収益化に向けて、もう1年もね、再生時間を4000時間超えようということで、もう真似していくことを意識していくみたいな感じでやっていく。まあちょっととりあえずね、1個本当に謝罪させていただきたいんですけど、今までトレンド動画すらバズらせられないのに、自分らしさを見つけていくことを意識していくとか言ってきて、どうもすいませんでした。ということでですね、毎日投稿明けからトレンドってやっぱ誰がやっても面白いから、ぜひ皆さんも楽しんでください。お願いします。あ、
こんなに本音言っちゃうんだってびっくりしてます。チャンネル登録と高評価と持ってるデバイス全部で再生お願いします。最初はカッコつけようと思ってたけど、やっぱりこの成長過程含めてみんなに公開していくことを意識していく、その他 SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあまた見てね。バイバイ。